皆さんこんにちは、アミです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はヤンヌちゃんのこのちょっと落ち着いた雰囲気に合わせてこのような付け襟を編んでみました。後ろはこんな感じです。こう引っ張ると取り外しもできます。取り外すとこのようなレース模様になっています。先端にはお花をちょっとつけて可愛らしくしてみました。でイアヌちゃんはちょっとイーマリちゃんよりも肩幅が広いので、それに合わせてちょっとイーマリちゃんよりも大きめサイズで作っています。じゃん。イーマリちゃんにつけてみるとちょっと大きいのですが、ちょっとつけてみますね。こんな感じです。イマリーちゃんにもつけることは可能です。編み方はとてもシンプルなんですけども、本体のところをまず編みます。鎖編みで作り目をして、そして細編み、長編み、そして鎖編みを組み合わせながら半円が5個できるような模様編みを編んで、で最後に紐を鎖編みで編んで、でお花をつけるという感じの流れで編んでいます。で使用する糸ですけれども、今回はダイソーさんで購入したレース糸で編んでいっています。太さは20番のレース糸です。ダイソーさんにとてもたくさんのレース糸が並んでいるので、いろんな色、お好みの色を使ってもらったらいいと思います。セリアさんの方にも同じ20番の太さのレース糸が、ね、ナチュラルカラーで売られていたので、こちらでも大丈夫だと思います。アイボリーのレース糸なので、とても可愛い付け襟が編めるんじゃないかなと思います。で使用するかぎ針はそれぞれ違うんですけど、ダイソーさんの方はレース針の0から6号とあって、とても幅広く書いてあります。私はよくダイソーさんのレース糸を編む時はレース針の1号を使って編んでいるので、ちょっと今回はこちらを使って編んでみようと思います。今回はちょっと春らしくペールオレンジ色、こちらのカラーで編んでみようと思います。使用する材料はこちらに一覧でまとめていますので、またご確認ください。それでは編み始めます。はい、まずは鎖の作り目から始めます。このように左手の人差し指に手前から糸をかけて切って、そしてかぎ針でこっちの糸を後ろから手前にくるっと返して、今度は糸を引き抜いてきます。はい、これで作り目ができました。作り目ができたら、まず鎖編みを34目編んでいきます。1、2、3、4、5、10目。1、2、3、4。はい、これで34目編めました。34目編んだところで長さが約11センチです。そして次はこの鎖編みのこの表の面をくるっと90度返したら見えてくるこのところですね。この目裏山なんですけど、この鎖の裏山を拾いながら編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がります。そしてくるっと返して、最初の目、この最初の鎖の目の裏山を拾って、これを拾って
細編みを一目編みます。で、1段目は細編みを編んでいくんですけど、細編みをすべての目に編むんではなくて2目飛ばして細編みを編んでいきます。なので 1,2 目飛ばした次はここですね。ここの目に細編みを編みます。で、2目飛ばすのでここも鎖編みをまず2目編んでから 1,2 目飛ばして次ここの目に3目目のところに細編みを1目編みます。そしてまた鎖編みを2目編んで前段のこの裏山を2目飛ばしてここの3目目のところに細編みを編みます。ここですね。で、同様にしてまた鎖編みを2目編んで前段の裏山を2目飛ばした3目目に細編みを編みます。で、こんな感じで2目飛ばしながら細編みと鎖編みで模様を作っていきます。最後まで編みます。で、ここ最後ですね。2目飛ばして最後の目に細編みを1目編んでこれで1段目が編めました。そしたら次の2段目はここの先ほど鎖編み2目編んだここの間、この間の目、ここを鎖を束に拾ってね、ここを束に拾いながら編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がってそしてくるっと裏に返します。こっち向きになります。まずはここの最後のところに細編みが1目あるのでこの細編みの頭の目を拾って細編みを1目編みます、はい、最初は前段の細編みに同じように細編みを1目編んでいます。そして次はこの鎖の2目を束に拾って細編みを1目編みます。こんな感じです。そして細編みを1目編んだら次は隣の鎖2目のスペースに移動をします。ここに長編みと鎖編み1目で半円の模様を作っていきます。まず鎖編み1目を編んでそしてここの穴の中に長編みを1目編みます。1目そして鎖編みを1目編んでまた長編みを同じ場所に編みます。この同じ場所には長編みを合計5目編んでいきます。今2目編めたところですね。そして長編みと長編みの間には鎖編みを1目編みます。で、次長編み、鎖編みを編んで長編み4目そしてまた鎖編み1目で最後長編みを1目編みます。このように前段の鎖編み2目のところを束に拾って長編みを5目編み入れます。次は隣のスペースに移動して
次は細編みを1目編みます。その前にまた鎖編みを1目編んでから隣のスペースに移動して細編みを1目編みます。これが一模様です。最初のスペースに細編みを1目、次のスペースに長編みを5目、そしてその隣のスペースにまた細編みを1目で、細編み長編みの間にはすべて間に鎖編みを1目編んでいます。なので次は細編みが編めたので、ここの隣のスペースに長編みを5目編んで、でまた細編みで、隣に長編み5目で、細編み長編み5目細編みという感じで編んでいきます。次は鎖編みを1目編んでから隣に移動して、ここに長編みを5目同じスペースに長編みが5目編めたら、また鎖編みを編んで、で隣のスペースに細編みを1目、これで2つ目の半円が編めました。で同様にしてあと3つ半円を作っていきます。最後のスペースに細編みを1目編んで、で最初と同様です。この最後のところには前段の細編みが1目ありますので、ここは細編みを最後に編んでおきます。はい、これで2段目が編めました。このようにちょっとカーブを描いていきます。で次の段で最終段です。3段目は先ほど編んだ長編みと長編みの間のここの鎖を束に拾って細編みを編み入れていきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、そしてまたくるっと裏返して、こっちの向きにしてから、2段目と同様にこの最初の縦の列は細編みを1目編みます。そしたら次は前段のここ細編みがあって、で隣の目に長編みがあるんですけど、そこの間の鎖編みを束に拾って編みます。その前に鎖編みを1目だけ編んでから、1目だけ編んでからここに移動して細編みを1目編みます。こんな感じです。で次からは長編みと長編みの間の鎖を拾って編んで、細編みを編んでいくんですけども、鎖編みを2目、さっきは1目だったんですけども、鎖編みを2目編んで、ここを束に拾います。ここです。でまた2目編んで、でこの間を拾って1目、細編み1目、また鎖は2目編んで、でここに細編みを1目で、鎖を2目
で間に細編みを一目、こんな感じです。長編みと長編みの間は鎖2目でずっと来てます。で、問題はここなんですよね。このカーブの一番下のところですよね。ここのところは最初のスタートと一緒で鎖編みを一目だけ編みます。そしてここの間に細編みを一目編みます。こうですね。そして今度はこっち側、細編みを挟んで反対側のここの鎖を拾って細編みを一目編みます。で、細編みと長編みの間なのでまた鎖は一目だけ編みます。で、次は長編みと長編みの間、ここを拾います。で、また長編みの間になってくるので鎖編みは2目ずつ編んで、で、ここは細編みを編んで、で、鎖は2目、で、また間を拾って細編みを1目こんな感じで半円を大きくしていくイメージで編んでいきます。で、今度はまた長編みと細編みの間のところなので鎖編みは1目だけ編んでからここを拾います。で、ここまで来たら今度は細編みを挟んで反対側をそのまま拾って編みます。同様にいきます。分かりにくいので一部なんですけども編み図を作って載せておきますので参考にしていただけたらと思います。最後のところですね。長編み5目のところはずっと鎖2目で編んできて、で、最後長編みのところと細編み1目のところの間を拾いたいので鎖編みを1目編んで、で、ここのところを束に拾って細編みを1目編んで、で、最後はここですね。細編みが縦に並んでいるので同じように最後は細編みで終わります。こうです。はい、これで一通り襟が編めました。で、続けてここのリボン結びしているここの紐の部分を編んでいきます。紐はこの最初の鎖編み編んだこの作り目の鎖編みのところの最初と最後のところを拾って2本新たに編んでいくんですけれども、ここで一旦糸を切ってしまってもいいですし、ちょっと私はお着なのでこのまま1本目のところはここまで引き抜き編みで移動してから編もうかなと思います。まずちょっとここに引き抜いて引き抜いて3目引き抜いてこのように移動してきて、ここから紐用の鎖編みを編みます。紐の長さもね、これお好みなんですけど今回は30目が切りがいいので30目編みますね。30目で長さが約10センチくらいです。シンプルにここで終わっちゃってもいいんですけど、お花をつけたら可愛いかなと思うのでちょっとお花をつけるバージョンで編んでみようと思います。お花を編むのに輪っかを作りたいのでここ30目編んだんですけど5目戻って1、2、3、4、5目戻ったところに
引き抜きます。でそして輪を作ります。でこの輪を拾ってお花の花びらを編んでいきます。鎖編み2目で立ち上がって、その後に長編みを1目編みます。そしてまた鎖編みを2目編んで、この輪に引き抜きます。これで花びらが1枚分です。鎖編み2目と長編み1目、そしてまた鎖編み2目で引き抜き編みをして、花びらを1枚作っています。もう1枚いきますね。鎖編み2目、そして長編みを1目で鎖編みで輪の中に引き抜く。これで花びら2枚目、次3枚目です。花びらは5枚が好きなので5枚にしていますけど、6枚でもいけるかなと思います。これでお花が編めました。そして最後、ちょっとこのままだと抜けそうなので、この鎖の付け根のあたりに引き抜いておきます。でここで糸を切って、はい、これでお花の部分が編めました。で紐も一つできています。でこっち側にこの鎖編みの最後の目のところに針を入れて、そしてもう一度糸を持ってきて、で引き抜いてギュッとしてから、ここから30目鎖編みをまた編んでいきます。で最後バーッとアイロンかけた方が目が整うので綺麗に仕上がると思います。これで完成です。ひまりちゃんにつけてみました。こんな感じでひまりちゃんでもつけてあげることができます。イアヌちゃんもつけてみました。短髪なので襟がよく見えますね。後ろ姿はこんな感じになってます。レース糸はいろんな色があるので、鮮やかだったりパステルカラーだったりいろんな色がありますので、いろんな糸で編んでみていただけたらと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。